横田茂は北朝鮮による拉致被害者である横田恵の父、横田先への夫、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の代表を務めた。2013年4月15日、在日本アメリカ合衆国大使館にて、国務長官、ジョン・ケリーと北朝鮮による拉致被害者横田恵の父、妻は横田先へ、長女である恵の他に双子の息子がいる。 元北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表、徳島県徳島市出身。1997年2月、長女の横田めぐみが北朝鮮に拉致された疑いが、産経新聞などで報じられ、国会でも取り上げられると、翌3月、日本各地の被害者家族と共に、家族会を結成し、代表に就任した。以来、妻の先へとともに、 すべての都道府県を巡回した救出を求める、署名活動や1400回を超える講演を重ね救出運動に尽力。その象徴的存在になった。2005年末、結小板の難病を患っていることが分かった。長年の活動による疲労も重なり、2007年には家族会の代表を退いた。代表退任後も世論の関心を維持するため、定期的に病院で検査を受けながら、 各地で被害者の帰国を訴え続けた。2014年にはモンゴルで横田めぐみの娘で自身の孫にあたるキム・ウンギョンと面会。ただし、その場にめぐみの姿はなく娘救出への決意を新たにしていた。妻は拉致事件をきっかけに洗礼を受けクリスチャンになっていたが、2017年には本人も日本福音、キリスト教会連合中のジマキリスト教会より受選し、 クリスチャンとなった。2020年6月5日午後2時57分に、川崎市内の病院で、老衰のため死去。87歳没。内閣総理大臣の安倍晋三は、指定で、記者団の取材に応じ、申し訳ない思いでいっぱいだと目に涙を浮かべながら、述べた。2014年1月30日、中日アメリカが州国大使公邸にて、北朝鮮による、 拉致被害者家族連絡会代表、飯塚茂雄、を、中日アメリカ合衆国大使キャロライン・ケネディ、北朝鮮政策担当特別代表グリーンデイビーズ、と日本放送協会、横田茂さん死去87歳北朝鮮に拉致された、横田めぐみさんの父親。NHK ニュース。2020年6月5日閲覧。AB i n ク、産経デジタル、横田めぐみさんの父。 シゲルさん死去初代家族会代表。産経ニュース。2020年6月5日閲覧。AAB 日本放送協会。横田シゲルさん死去87歳北朝鮮に拉致された。横田めぐみさんの父親。NHK ニュース。2020年6月5日閲覧。日本放送協会。横田シゲルさん死去87歳北朝鮮に拉致された。横田めぐみさんの父親。 NHK ニュース。2020年6月5日閲覧。早く喜びの涙流したいめぐみさん母、解決願い。日本経済新聞。2017年11月11日閲覧。拉致被害者家族の横田茂さんが受選、さきさんが通う教会の牧師から。クリスチャントゥデー。2017年11月11日閲覧。拉致問題進展なく、安倍首相。 団長の思い、申し訳ない、横田茂さん死去。毎日新聞。2020年6月5日閲覧。横田茂写真展札幌展。ありがとうございます。